ジュリオ・レジェーニの暗殺は2016年1月から2月の間にエジプトで起こったエジプト情報機関によるイタリア人学生の誘拐殺人事件。被害者はジュリオ・レジェーニというケンブリッジ大学の哲学博士課程に在籍していたイタリア人の男子学生である。論文執筆のため2015年9月からエジプトのカイロに滞在していたが2016年1月25日、 タハリール広場の抗議5周年の日に行方不明になった。2016年2月3日、カイロ近郊の高速道路の速攻から遺体で発見された。発見された遺体からは明らかな拷問の痕跡が見られた。激しい暴行により全身20箇所以上に及ぶ骨折、複数の刺し傷、切り傷にタバコを押し付けられたと見られる火傷跡も見つかった。直接的な死因は 脳出血と軽椎損傷とされる。ジュリオは、アブドルファッターフアイコール CC 政権に反対した、地元の組合運動に関する学術調査中、エジプトの諜報機関に誘拐されたと考えられている。しかしながら、ジュリオと抗議運動の活動との直接的な関係や関与は示されていない。2016年3月24日、エジプト警察は事件で、 ジュリオ誘拐の犯人とされるギャングの男4人を射殺したと発表した。あるギャングメンバーの自宅を吸収したところ、彼のパスポートや学生の ID カードなど、ジュリオの私物をいくつか見つけたと述べています。デクラン・ウォル主使によると、アリバシーは疑わしいものだった。イタリア政府の調査官が電話による記録を使って、ギャングのリーダーであるタリク・アブドゥル・ファタがカイロから北に60マイル。 ジュリオを誘拐した疑いがあることを示した新しいカイロ検察庁はこのギャングたちが彼の殺害に関与したことを後に否定した事件が国家の関与と組織的に証拠を隠蔽しているのではと疑念を持つ者の間で混乱と怒りを生み出しその陰惨な拷問と殺害に対して世界的な怒りを巻き起こしたイタリアトリノの視聴者のバナージュリオレジェーニの真実2021年10月 4人のエジプト人警察官の裁判が彼らの不在でローマで始まりました。彼らはジュリオレジーニ殺害の背後にいると非難されています。ジュリオレジーニに関するカテゴリー、ありがとうございます。